BMW 最小のクロスオーバー SUV がフルモデルチェンジ。2023年2月17日、BMW はフルモデルチェンジを。果たしたコンパクト SUV モデル、新型 BMWX1 を発表し、同日より全国の BMW 正規ディーラーにて発売しました。また、このモデルではスモールコンパクトセグメントで、 同社初となる電気自動車 BMW Q1 もラインナップしています。一体どのようなモデルなのでしょうか ?X1 は BMW の SUV、BMW は SAV と故障。ラインナップの中で最もコンパクトなモデルで、その初代は2009年に登場しました。2015年には2代目モデルにフルモデルチェンジし、 このタイミングで FR プラットフォームから FF プラットフォームに切り替えています。今回発表された新型 X1 は3代目モデルにあたり、ボディサイズは全長 4500mm× 全幅 1835mm× 全高 1625mm。ホイールベースは 2690mm。 先代モデルと比較して全長は 45mm、全幅は 15mm、全高は 20mm、ホイールベースで 20mm それぞれ大きくなっています。スタイリングは現在の BMW の流れに沿ったもので、サイズの拡大されたキドニーグリルがクラスを超えた迫力をこのモデルに与えています。 サイドボディも力強くモダンな造形でシンプルながらも洗練された印象です。またドアハンドルとドアパネルと一体化させたフラッシュハンドルを採用することで空力特性も優れた形状となっています。車内はコンパクトなボディサイズでありながら開放感があり高いシートポジションとアイポイントが ドライブ時の安心感を高めてくれます。インテリアにはメーターパネルとコントロールパネルを一体化させた大型ディスプレイを備え、さらにシフトレバーを廃止してアームレストに操作系を収めたことで、先進的な印象も強調しています。後席は大人3名が座れる空間を確保しており、 40コロン20時40分で分割加工するリアシートを採用。使い方に合わせて荷室容量を増やすことも可能です。エンジンモデルである X1 の荷室容量は通常時540リッター。リアシートを折りたたむことで最大1600リッターまで拡大されます。ガソリンモデルの X1 は最高出力150キロワット。 最大トルク 300mm を発揮する2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載し、7速 AT を組み合わせています。システムの高効率化と空力を最適化したことで、燃費は WLTC モードで 12.9km パーリットル、JC08 モードで 14.3km パーリットルを達成しています。EV モデルの Q1 は、 最高出力1 4 0ット最大トルク 247Nm を発揮する電気モーターを、前輪および後輪に備えて4輪を駆動。システム全体での最高出力は2 0 0ット最大トルクは 494Nm にも上り、停止状態から時速1 0 0トルに達するまでの時間は、 5.6秒と俊敏な加速を実現しましたヨーロッパ仕様での測定値。駆動用バッテリーはリチウムイオン電池をボディ床下に搭載し、一充電での走行可能距離は4 6 5トルとなります。車両本体価格はガソリンモデルの X1、X ラインと M スポートが556万円、EV モデルの Q1、 X ラインと M スポートが668万円です。共に税込み。納車は本年2月下旬からのデリバリーを予定しているということです。また、BMW と100%出資子会社の BMW ジャパンファイナンスは EV 専用のリースパッケージ、BMW i イライフパッケージを2023年2月17日より開始しており、 対象モデルは同日から発売された Q1 となります。この BMW iLife イイパッケージは輸入車リースとしては初となる月額の定額料金に充電費用が含まれるサービスで EV のリセールバリューや充電インフラなどへの不安を解消するものだと BMW は説明しています。